業績を達成するためにすごい使えるなと思いますね。自分の思考をこうまとめるということと、優先順位が立つということ。それぞれ別拠点で、しかもテレビ会議で開催するという会議の中に、あれがファシリテートっていうのかね、なんかこうやって引き出して引き出して引き出してって、いつの間にかできちゃって。付箋を使って自分のアイデア出しをやったっていうのがまず一番最初ですね。付箋でアイデア出しするだけで、相当な知識量のこう裾野が広がるので、打ち合わせした時に一部を、ね、出した時のやっぱり言葉の厚みとか意味が全然違いますよね。考え尽くしてるわけだから、優先順位が立つということ。そうするとリーダーの発言として、限りある時間で人に伝えようとした時の頭の中の整理整頓術として使えた。ポストイットに自分の意見とか考えてること、こういうふうにやったらいいんじゃないかみたいなものを書くと、私ともう一人の人が同じことを書いてたりとかして、言葉にはしてないけど同じ問題とか同じ考えを持ってたんだなっていうのが分かって、自分自身の意見をすごく言いやすくなったなっていうのはあります。今入社してまだ1年も経ってないので、なんか言ったら間違ってるんじゃないかとかっていうふうに思ってたんですけど、逆にその何にも知識ないところから出てくるアイデアがいいことも多分あると思うので、どんどん言おうかなって、最近は遠慮なく言ってます。これからそう、みんなで会議して作ったもの、みんなが参画してやったものっていうのがどんどんこれから増えてくる、まあ、楽しいですよね。やっぱりこう最初に何を話し合うべきかとか、ちゃんとこう下準備して、それに何分かけてっていう時間配分も全部1枚の紙にまとめた上で、まあ、そこから実際の当日の、まあ、やり取りとかを想定しながら準備すると良いというところが、まあ、非常にすごくシンプルなんですけれども、今まで意外とやっていなかった。部員数が全部で120名ほどいて、東京と大阪でそれぞれ別拠点で、しかもテレビ会議で開催するという会議の中に、ブレインストーミングのテーマをちょっと会社の方針とかの中で入れる必要があって、もう研修に教わった時に、あ、これを使わせてもらえばいいんだっていう、こうピンときまして、笑顔やこういろんな発表者へのいいぞみたいなのも出たりとかで、これがもう会議のそのアジェンダの終盤の方だったので、よし、じゃあみんなで頑張ろうって言ってお別れしたみたいな感じで、クロージングできたので、はい、プライベートでもこれって使えそうだなっていう、ものすごい身近感、はい、導入からもう引き込まれっぱなしでしたね。で、社員とも帰りの車の中で、千葉先生って何者なのって、あれがファシリテートっていうのかね、なんかこうやって引き出して引き出して引き出してって、いつの間にかできちゃって、ああこういうのを社員さんたちにも感じてもらえたらいいなっていうのが、まあ直後の感想というか、そんな感じです。やった直後にこの平均はだいぶ上がりました。その次の週で上がってきたのと、実践する方がやっぱり難しいので、中間にもう一度こう話し合いをしたんですね。お昼とか利用して、そうするとその次の週もまた売上が上がるっていう、結構すぐに出てきたので、これはいいなと思い、社員さんが先にやってくれてです、自主的にやってくれてですね、あ、知らない間にやってくれてた、ちょっとどうやってんの教えてっていう感じで、 あれやってんだね。ファシリテーションを学んだ後はやっぱり会議自体がすごく活性化して、短い時間でこうきちんといろんなことが決まって、結果がいい方向になるっていうか、始まる前と始まった後、終わった後の変化がすごく大きいというか、先に進む感じがもう全く違うと。板書まずですね、最初しなかったっていうか、板書する習慣すらもなかったんですね。板書の大事さっていうのがすごく勉強になりました。ファシリテーション勉強以外、どこのフロアにも必ずマジックとそのかけるホワイトボードの薄い膜みたいなやつね、それをもう貼ってるんですね。フリップチャートもそこら辺にいっぱいあって、ポストイットもで、セットみたいなのを作って、それを各会議室に全部置いて、
一応ファシリテーションっていう言葉を知らない人はいないな業績を達成するためにすごい使えるなと思いますね。なんかこう引き出しやる気、皆さんをなんかモチベーションを上げたりとかっていうのをできるっていうのが、なんだろう、ファシリテーションなしにはきっとできないなっていう気がして。